打った数だけ思い出があるように、バイクにもきっと走った距離だけ思い出がある。あなたの愛車との思い出を支えたいから、バイク王はお客様一人一人と豊かなバイクライフを築いてまいります。バイクライフの生涯パートナーへ、バイク王。いかがでしょう、撮影とかこういう CM って意外とこう大変なことも多いかと思うんですけど、何かこうご苦労話とかご披露いただけるものがあれば。非常に朝が早かったんですよね。あ、そうですか、はい。松井さんちなみに朝は。朝あんまり得意じゃないんですけど久しぶりに5時とかそのぐらいに起きてですね、うん、6時ぐらいに家を出なくちゃいけなかったので。なるほど、まあ、それだけはちょっときつかったですけど、まだ太陽が出てない時に家を出たのはいつ以来かなと思いましたね。なるほど、ちょっとご苦労をかけてしまったようなんですが。いえいえ、とんでもないです。書いたのが新新たということですが、これはどんな思いで今日お書きになったんでしょう。うん、まあ新年ということもありますし、またね、自分自身も新たなスタートをまた切らなくちゃいけないし、うん、でバイコーさんも新たなスタートを切られるということで、はい、いろんな意味でね、新しいという感じがね、うん、つながるなと思って選ばせていただきました、はい。新たなチャレンジというのは自分の胸の中に何かあったりするんですか。いや、具体的にはまだね、決まったものはないんですけど、うん、それもまずね、見つけなくちゃいけないし、そこにも、ね、まずそこがスタートだと思うんですけどね、うん、それを見つけてそこに向けてまたね、新たなスタートを切っていきたいなと思ってます。今回のプロジェクト、ゴーゴープロジェクトですよね、はい、ですね。なんか、はい、もう野球やめて何年か経ちますけど、なんか久しぶりになんかそういう昔を思い出しますね、なんかそういうことを聞くとね。ジャイアンツファンの私としました、この辺りにゴーゴーがちょっとあるといいかなって誰かに聞けって言われたんですか。いいえ私ニューヨークまで見に行ってますから。そうなんですか、はいはい、ね、ニューヨークのゴーゴーも見ました。また日本でのゴーゴーは。そうですね、うん、それはもう誰にも分かりませんね。将来あるかもしれないしないかもしれないし、それはね、ちょっと分からないですね。その報告はじゃもうちょっと先。しつこいですね。いや、それはもう分からないです、本当にね、分からないですし、別に55じゃないかもしれないです、その時はね。2015年の松井さんの抱負をお願いできますか。抱負ですか、はい、考えてなかったですね。まあね、先ほど見ましたけど ね、 ね、どのような形になるか分からないですけど、はい、またね、皆さんに元気な姿をお見せできればいいなと思うし、ね、いい1年になるように頑張りたいと思います。待っております。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。